虫の呼吸、蝶の舞、戯れふんふん。博物館の中では異様な光景が広がっています。蝶が大量発生しています。優雅に宙を舞う色とりどりのドレスにたまらずピエンの瞳も釘付けです。南極を除く全ての大陸におよそ2万種類存在すると言われている蝶。あつ森発売からおよそ1年半ですが、どの羽の色にも覚えがあります。これまで何度も行われてきました虫捕り大会で取り逃がしてきたやつ、リベンジマッチと思いきや、ここは撤退。サナギから蝶になるようにちゃちゃ丸も大人になっていました。あつ森喫茶鳩の巣がテナントで入ったという真っ赤な嘘。マスターもどう見ても置物です。インチキ店長をどうしても見過ごすことができないメルボルン、虫眼鏡をしっかりと握ってまずはその真実を暴こうというところ。店内に誰もいない今がチャンス。しっかりと屋台で身を隠しながら様々な角度でマスターを観察していきます。ただここで親玉登場です。金の匂いがするところにはギンガムチェックの三角巾。完全に目が合ってしまいました。焦る様子の店長、顧客の信用を失いました。あつ森リア充撲滅委員長のタンバリンによる妨害行為。リア充とは単にカップルだけではないようです。生きがいを持って楽しそうにしている奴らはみんなリア充。もはや話しかけています。これをしっかりいなしながらも歌に集中していくトラケケです。そこにやってきたのはアオスパチャ。逆境に負けずに頑張れと言わんばかりの運営からの気持ちです。色付きのコメントがトラケケの背中を押します。実際背中にいるのは委員長ですが、今度は反対側に回ってのタンバリン。ただ全く動じることなく歌い続けていきました。あつ森浮かない表情をしている DJ です。つけているのは布マスク。体調も崩れているか。あつ森を始めて住民たちも集まってきました。無人島は活気にあふれていますが、自分が本当にやりたかったのはこれなのか。島クリエイトは途中で放棄。住民たちの種類もバラバラ。挙句の果てには炭治郎にハマっている文次郎です。もっと他にやりようがある気がしますが、住民たちが幸せそうなのでそれはそれで良しです。ハンモックで寝ているスパークですが、その尻尾に注目。どっからどう見ても布を貫通しています。さあ視点を変えながら見やすい角度。それ用の穴が開いているのか、スパークが勝手に穴を開けたのか、穴が開いてしまったのか定かではありませんが、立ち上がりました。穴は開いていません。明らかにこっちを見てる。目を合わせるのが非常に気まずい。君のような勘のいいガキは嫌いだよと言わんばかりの表情で目を合わせながら去っていきました。あつ森花火で興奮する気持ちはわかります。玉や鍵やと叫びたい気持ちもわかります。ただ少し思ってほしいことは、まだまだコロナ禍であるということ。飛沫感染ダイレクトアタック、さらには鼓膜にもダメージがいっています。なぜ背中側を向けないのか、首を傾けるにしても反対方向ではないのか。言いたいことは山々ですが、まだゲームは始まったばかり。テントが立っています。初期住民といきなり角が立たないようにぐっと心を抑えていきました。あつ森横殴りの大雨。さらに辺りも暗くなっています。もうどう見ても人が来る気配はありませんが、あのスパチャが忘れられません。さすがに終わったか。諦めてなかった。